今回は福岡名神土産ベスト5を紹介するわ。県外旅行や出張で楽しい福岡旅行、お土産選びに悩む時間がもったいないのだ。価格や個数に賞味期限、そんな悩みも今日で解決かしら。今回も5位から発表させてもらうわ。第5位、博多の人。メタン、博多の人じゃなくて博多の女なのだ。当て字で人と読むそうよ。北島三郎の楽曲博多の人を引用しているわ。1972年、博多菓子工房が時代にふさわしい和洋折衷の味をと商品を考案。卵で焼き上げたミニバウムクーヘンにクリームを充填させて完成したの。1個あたりの 77.6kcal、名家だけど食べ応え抜群なのだ。味の種類はプレーン味、あまおういちごミルク味、やめ抹茶味、はちみつレモン味、全4種類入った詰め合わせセットも販売されており、金額は6個入り398円、40個入りで2529円。物価高とは思えないお手頃価格なのだ。賞味期限は40日で常温でも保存が可能。車内や家でも長持ちしやすいわ。名家といえば変わらない味というイメージだけれど、博多の人は経験やデータをもとに日々改良されてるそうよ。食品である以上、時代に合った味を追い求めるのだ。博多の人の国字商品でシナノの人という商品があるから注意して購入してちょうだい。見た目も全く同じだし、パクリは許せないのだ。であれ、製造元も会社も同じなのだ。商品パッケージの建造物はとある宗教の建造物で、代表取締役が会員とだけ言っておくわ。第4位、つくし餅。メタン、つくし餅じゃなくてちくし餅なのだ。一応ちくし餅でも大丈夫だけど、公式はつくし餅と商品に記載しているわ。筑紫野市の地名に引っ張られて、福岡県民はちくし餅と呼んでしまうみたい。名家はややこしい商品名が多いのだ。つくしか醤油水庵の社長が祖母に作っていたきなこ餅にヒントにつくし餅を考案。つくし平野のひよく米を水で練り上げ、入り大豆のきなこにはこだわっているそうよ。つくし平野でつくし餅、勘違いしても仕方ないのだ。包み紙を外せばパックに入った透明なわらび餅、黒蜜を垂らすひと手間は名家ながら高級さも感じるわ。金額は9個入り1944円、45個入り9720円。少し高額なお土産で、大事な取引先や大切な人の送り先におすすめよ。ヨスイアンって昔から聞いたことある会社だけど、創業年はいつなのだ。会社概要を公式ホームページで調べてみたら、まさかの不明だったわ。かっこよすぎて草。お土産としての需要が高い一方、つくし餅の生産が追いついておらず、ネット上でつくし餅の転売が横行しているそうよ。お土産の転売なんて初めて聞いたのだ。3位発表の前に番外編、2つ商品を紹介するわ。1品目、うまかっちゃん。1979年、大手食品メーカーハウス食品、福岡工場の社員食堂にて、醤油味のラーメン、福岡県民が食べるわけないっしょ。と、食堂でラーメンが極端に食べられなかったことを受け、福岡でも売れるラーメン製品を作ろうとうまかっちゃんを開発しました。ハウス食品といえばカレーのイメージが強かったけど、ラーメンも作ってたのだ。特徴は圧倒的な豚骨味、濃厚すぎてまろやか舌触りが特徴。しかし県外からの評判は悪く、豚骨が臭すぎると不満の声が上がり、2008年以降は西日本のみの限定販売に切り替えているわ。販売エリアが限られてるなら、お土産としての人気も納得なのだ。からし高菜味やニンニク風味な、焦がしネギ風味と濃厚新味の5種類が販売中。金額は1袋136円と5袋516円。自分用にも購入しても良さそうね。受験生には夜食としてもおすすめなのだ。2品目、ひよこまんじゅう。メタン、ひよこまんじゅうは福岡じゃなくて東京土産。それ以上喋ったらぶち殺すわよ。ひよこまんじゅうを東京土産と勘違いしている人間に説明するわ。1912年、当時炭鉱採掘で栄えていた筑豊飯塚は大阪との取引が多く、土産文化を見かねた吉野堂が飯塚で開業。お菓子は生き物、味は無限をモットーに菓子土産ひよこまんじゅうが誕生。1964年の東京オリンピックを機に東京へ進出、東京駅や新宿駅で販売し大成功したわ。東京オリンピックを機に大成功ってことは、オリンピックから帰宅した観光客はひよこまんじゅうを東京土産と認識、そして60年経った現在もひよこまんじゅうは東京発祥と勘違いされているの。ちなみに福岡ひよこは今年で110周年を迎えたわ。東京と福岡のひよこまんじゅうに違いはあるのだ。製造工場は異なるけれど、製造工程や材料は一緒。福岡は1つ 38g、東京は 36g と東京のひよこは少し軽いわ。あれ、東京ひよこは詐欺商品なのだ。
材料産地と気候の関係で内側に隙間を作らないといけないみたいよ。金額は5個入り837円、35個入り5427円。餡が詰まってて満足感がある反面、1つ140キロカロリーと高カロリーだから食べ過ぎには注意ね。お菓子として食べたりするけど、こんなに腹持ちの良いメーカーも珍しいのだ。季節限定商品はそれぞれで展開しており、福岡では栗といちご、東京では黒糖と紅茶味が販売されているわ。紅茶味のひよこちゃん、少し気になるのだ。ちなみに福岡県民に東京ひよこを渡すと不機嫌になるから気をつけましょう。第3位、博多通りもん。博多西洋和菓子名月堂の看板商品。しかしその歴史は浅く、1929年に創業した名月堂は60年間ヒット商品が生み出せず、こまごまと営業。圧倒的人気を誇るひよこ型銘菓に太刀打ちできない状況が続くも、1993年大量の失敗した試作品の中から完全に溶けたまんじゅうを発見。失敗作の溶けたまんじゅうを商品化し販売すると即完売したわ。溶けたまんじゅう、固体なのか液体なのか食感が気になるのだ。残念ながら2023年から販売中止、1年以上経った現在も販売再開はされていないの。即完売するほど大人気なら販売中止にする必要ないのでは。2023年は鳥インフルエンザによる卵不足、2024年は原料高騰による影響と言われているわ。販売中止しても福岡土産3位にランクイン、さすが傑作まんじゅうなのだ。8個入り1350円だけれど、1年以上入手困難を極める状況。万が一購入できても会社で配らず、家でじっくり味わうことをおすすめするわ。このまま製造終了の可能性もあるし、最後に一口味わってみたいのだ。第2、チロリアン。公式キャラクターのデザインも古いし、チドリアも100年以上歴史がありそうなのだ。チドリアは1590年に佐賀県の龍造寺氏が酒まんじゅうを作り始めが起源されていて、1927年に筑豊飯塚の炭鉱地域に進出、チドリまんじゅうが炭鉱で人気を博したの。500年のうちの100年近くしか福岡で販売していない福岡土産を名乗っていいのだ。400年の歴史情報が残っていない以上、福岡メーカーを名乗っても多分問題ないでしょう。1962年京都の飴せんべい用から着想を得て、中にクリームを詰めたチロリアンを販売。外はサクサクな食感、中はふわふわなクリームは大人気福岡土産となったわ。チロリアンといえば CM の歌と独特なキャラクターなのだ。オーストリアの民族衣装を着ており、オーストリアのチロル高原をモチーフにしているの。クリームはバニラの他に山王やマンゴー味も販売。小箱324円からギフト缶も1400円と様々なサイズで取り揃えているわ。一口サイズのせんべいとクリーム、無限に食べれるメーカーなのだ。近年積極的にコラボ商品も販売しており、アルプスの少女ハイジやシナモロール、初音ミクコラボではオリジナル CM も放送されて話題になったわ。いつかずんだ味のチロリアンも販売するのだ。甘みゼロのずんだ味には厳しいわよ。第1、めんべい。1972年福岡でからし明太子の製造販売を行っていた山口油屋福太郎。消費期限が長く、常温で持ち運べる明太子土産菓子の開発をスタート。軽さを考慮しせんべいで商品開発。通常の米や小麦粉ではなく、じゃがいものでんぷんをベースに使用。旨味やエキスは自社のからし明太子で味付け。イカやタコをバランスよく調合させ、2001年にめんべいが完成したわ。めんべいの CM は見た記憶もないし、広告戦略ゼロで大丈夫なのだ。当時甘くないお土産は珍しく、甘いものが苦手な人に大好評。めんべいは商品ロゴの「め」の文字にインパクトがあり、リピーターが続出。安い、軽い、美味しいの3条件を完璧にクリアし、年間30億円を売り上げ、わずか20年で福岡土産1位の座に輝いたわ。福岡1位の金額と種類も教えろなのだ。金額は2枚8袋入りが600円、ネギやマヨネーズなど様々な味が揃っているわよ。ここまで完璧だとムカつくから、何かめんべいの弱点は。めんべいの弱点は商品の割れやすさ。しかし山口油屋福太郎は、割れても味は保証しますと味に全振りしているわ。割れためんべいをちまちま食べるのも美味しいし、本当に弱点がないのだ。今回は福岡お土産メーカーベスト5を紹介したけど、
いかがだったかしら。昭和時代までお土産といえば甘味料が固定観念だったけど、しょっぱさと旨味に特化した明太子が福岡土産の頂点に輝くとは思わなかったのだ。麺兵衛はあの味にあの量で600円は完全に価格崩壊している気がするわ。じゃがいもは物価高の影響を受けにくいし、明太子は自社で補う。販売停止の可能性も限りなく低く、今後も福岡土産として伸びていくでしょうね。いつかずんだも福岡土産として輝くのだ。まずは東北土産として有名になりましょうか。